皆さんこんにちは。2021年から野球日本代表監督として活躍している栗山英樹さん。優しい雰囲気で良い旦那さんという雰囲気ですが、実は結婚歴がなく独身です。今回は栗山英樹さんの結婚や独身に関連するエピソード、その他噂されていることについて深掘りしてみました。北海道日本ハムファイターズの監督や日本代表監督として数多くの選手を育成してきた栗山英樹さん、ご自身の子供も立派に育てているのかなと思っていましたが、実のところ結婚歴はありません。一度も結婚したことがないので子供もいません。北海道日本ハムファイターズの有原航平投手が結婚した時も、結婚歴のない自分がといった趣旨のコメントを出しています。栗山英樹さんは輝かしい経歴の持ち主でありながら、あえて結婚しなかったのではと考えられています。栗山英樹さんは1961年4月26日生まれ、東京都小平市の出身です。これまでにプロ野球の選手、監督、野球解説者、東京学芸大学講師、白鴎大学教授など様々な職を歴任してきました。東京学芸大学時代は硬式野球部に所属し、投手や内野手として活躍しました。東京新大学野球連盟における通算成績は25勝8敗、打率3割8分9厘と並外れた成績を残したものの、当初はプロ入りを目指すことはなく教員を目指していたそうです。しかしその後、プロ野球への夢が再燃し受けたヤクルトスワローズの入団テストによりドラフト外入団が決定しました。プロ1年目から遊撃手として1軍で活躍しました。独身で奥様がいない栗山英樹さん、独身である理由をファンから尋ねられることもありました。お嫁さんはもらわないんですか、という質問に、僕のプライベートは秘密です、それどころじゃないです、選手を預かっている人間としてその間は考えていません、と述べていました。やはり野球に集中しているから独身であると考えられます。ただ他にも理由がある可能性もあります。結婚していない理由の一つ目は、若い時に病気を患ったことが原因の一つと考えられています。プロに入りヤクルトスワローズに入団して2年目の時でした。2年目、1985年以降、メニエール病、平衡感覚が狂うとされる三半規管の難病に悩まされるようになります。最初にメニエール病の症状に襲われたのは5月の2軍公式戦だったそうです。この試合の最終回に突然地面が揺れ始め、ボールが2つにも3つにも見えるようになり、あと1人で試合終了というところでベンチへ交代を願い出ています。当時は2軍に在籍していた栗山英樹さんでしたが、試合中に突然のめまいに襲われます。その後はめまいが起こっても首脳陣には隠して頭をクラクラさせながらも試合に出続けたといいます。メニエール病とは、日常生活に支障をきたすほどの回転性めまい、自分や周囲が動いたり回転したりしているような感覚の発作が繰り返し起こり、変動のある低周波の難聴、耳鳴りを特徴とする病気です。栗山英樹さんはめまいや立ちくらみを訴えるようになりました。メニエール病は40から60代が発症しやすく、女性に多いとされています。また責任感が強く几帳面な性格の人がなりやすいと言われています。初期の頃は閉塞感や低音性難聴、耳鳴りが主な症状です。初めはこれらの症状が出たり収まったりしていますが、何度も繰り返し起こしているうちにめまいの発作を起こすようになります。慢性期に入ると難聴や耳鳴りが出ます。メニエール病は聴覚や平衡感覚を司っている内耳がむくんでしまうことで引き起こされます。これを内リンパ水腫と言います。内リンパ水腫は30から50歳代の女性に多く見られ、過労や睡眠不足、ストレス、他に悪天候などが引き金となり症状が現れることが多いと言われています。生活習慣の見直しと投薬だけで症状が大きく改善する例もありますが、たとえ手術を受けたとしても根本的な原因が分かっていないこともあり、 100% 治るとは言い切れません。生活習慣の改善、投薬、そして場合によっては手術によって包括的な治療を行うことが大切です。もしこの頃結婚を考えている女性がいても、結婚より病気の治療に専念したいと考えても不思議ではありません。プロになる前から交際していた女性とも
この時破局してしまったのかもしれません。結婚していない理由の2つ目は、既存の価値観にとらわれていないという考え方を持っていることが考えられます。栗山英樹さんは大谷翔平選手を二刀流プレーヤーに育てたり、選手を下の名前で呼んだりと、従来とは異なるアプローチで選手に接する監督です。そのため結婚しないといけないという既存の価値観に縛られず、独身生活を謳歌してきたのかもしれません。また栗山英樹さんが独身である理由の一つに、イチローさんの妻福島由美子さんとの関係があると思われます。福島豪子さんは本名を鈴木由美子と言い、1965年12月10日生まれ、島根県松江市の出身です。イチローさんと結婚するまでは元 TBS のアナウンサーでした。イチローさんの妻福島由美子さんと栗山英樹さんは1994年頃交際していて、結婚直前まで行ったそうです。交際はかなり真剣なものであり、栗山英樹さんは福島由美子さんの両親に挨拶に出向き、由美子さんを幸せにします、結婚させてくださいと挨拶も済ませていたといいます。しかし2人は結婚せずに別れてしまいました。2人の別れの理由は明確ではありません。噂では当時プレーボーイだった栗山英樹さんが伊達公子さんと浮気して、一方的に福島由美子さんに別れを告げたと言われていました。当時福島由美子さんに対して栗山英樹さんは 99% は福島さんのことを考えているが、残り 1% は伊達さんを考えていると言い放ったと言われています。出てくる人物が大物でびっくりでしょう。ただ単に食事しただけの関係だったという証言もあります。栗山英樹さんが結婚まで考えたと報道されたのは福島由美子さんだけです。結婚する直前でおじけづいたものの、やはり福島由美子さんと結婚すればよかったと後悔して独身を貫いているのかもしれません。栗山英樹さんと別れた後、福島由美子さんは辛い日々を送ったそうです。その時に福島由美子さんが出会ったのがイチロー選手でした。1999年にイチロー選手と結婚した福島由美子さんは、完全に栗山英樹さんを吹っ切ったと考えられます。栗山英樹さんとイチローさんは仲が悪いわけではないと思います。二人とも良い大人ですし、福島由美子さんも今幸せに暮らしています。栗山英樹さんは、イチローさんに侍ジャパンのコーチになってほしいとラブコールを送ったこともありました。本当に仲が悪ければこんな話はできないでしょう。仮に仲が悪くても表舞台ではにこやかな対応をすると思います。さて栗山英樹さんの現役生活は、一時はゴールデングラブ賞を獲得する活躍を見せたものの、次第に出場機会が減少していきました。体面の不安により1989年に現役を引退しています。引退後はスポーツキャスターとして活動していました。自らの現地を視察し手に入れた独自の情報による解説評論が視聴者や読者から好評を得ました。栗山英樹さんはイチローさんの妻と結婚直前で破局してから、結婚歴もなく独身を貫いてきました。野球に集中している人生なので、野球と結婚しているのかもしれません。今後栗山英樹さんが熟年で結婚することがあるのか、イチローさんとタッグを組むことがあるのかに注目したいところです。2009年以来の世界一を目指す野球日本代表は、大谷翔平選手やダルビッシュ有投手を擁するチームを栗山英樹監督が率いています。そんな栗山英樹監督には創価学会と関係があるのではないかと噂されています。侍ジャパンの栗山英樹監督が北海道の栗山町に移住するきっかけとなったのは、栗山町の青年会議所の事業がきっかけだと言われています。栗山英樹監督が創価学会の学会員ではないかと言われている一番の理由は、出身高校が創価高校だからでしょう。しかし栗山英樹監督が創価高校に進学をした理由は別にあるようです。中学時代に投手で出場した日米大会で MVP を活躍した際、地元である小平市内の創価高校野球部のスカウトの方に熱烈なアプローチを受けて心動かされたと語っていました。つまり宗教的というよりは地元への愛が大きかったのではないかと思われます。高校卒業後、栗山英樹監督は先生になるという目的で東京学芸大学の教育学部に進学しています。創価大学にも教育学部があるにもかかわらず、
東京学芸大学に進学をしているので、栗山英樹監督は学会員ではないようです。いかがだったでしょうか。今回は栗山英樹さんの結婚や独身に関連するエピソード、その他噂されていることについて深掘りしてきました。野球一筋の栗山英樹さんは、結局のところ結婚の機会はあったものの、きっかけを逸してしまったということなのでしょう。ただ栗山英樹さんが非常に野球に対する愛が強い方だということがよくわかりました。世界一奪還に向けて選手をはじめ監督ともども奮闘しています。そして試合終了後の栗山英樹さんに笑顔が見られないことも、並々ならぬ覚悟を持って試合に臨んでいることが伺えます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。